厳選クラシックチャンネルへようこそ。クラシック音楽好きのなこです。今日は日本を代表する若きバイオリニスト服部萌音さんにバイオリンの魅力をお聞きします。服部萌音さんは5歳からバイオリンを始め、幼少期よりバイオリニストのザハール・ブロン氏と共にヨーロッパで研鑽を積まれました。8歳でオーケストラと初共演、9歳でリピンスキビエニャフスキ国際バイオリンコンクールで史上最年少第1位並びに特別賞を受賞、10歳より演奏活動を始め、11歳でミラノのベルディホールでリサイタルを行いグランドデビューするというまさに神童。その後も2013年にはヤングビルトゥオーゾ国際コンクールでグランプリ新曲賞を受賞、加えてノボシビルスク国際バイオリンコンクールでも13歳でシニア部門に飛び級エントリーし史上最年少グランプリを受賞、2015年にはボリス・ゴールドシュタイン国際コンクールでグランプリを受賞という実績の持ち主です。2017年の新日鉄住金音楽賞、2020年のホテル大倉音楽賞、出光音楽賞など国内でも数々の賞を受賞し、既成概念にとらわれない演目で挑戦的な演奏会を展開しているバイオリニストです。今日はそんなバイオリンと共に生きてきた服部萌音さんにバイオリンという楽器の魅力をたっぷりお話しいただきました。ぜひ最後までご覧ください。萌音さんにとってバイオリンってどんな楽器なんですか？どんな楽器、楽器の機能っていうか、この楽器はどういうことができる楽器だよっていうことを先にお話しすると、まず一番低い音の音域の楽器、コントラバス、チェロ、ビオラ、バイオリンってあって、その中のまあ一番高い高音域が出せる楽器なんですけど、一番楽器のサイズも小さいし、オーケストラの中だとファーストバイオリン、セカンドバイオリンって結構ね、花形の楽器のイメージがあると思うんですが、まず低い音はこの一番下の弦線からで、高い音はこの A 線があって、 A 線の方は相当高いところまで音が出せるので、金切り声みたいな音とか、ガラスをこうキーってやるような、なんか不愉快な音も出せるし、機械音から人の感情とか人間の声みたいな、そういったものまで出せる楽器ですね。で、一番人間の声に近い楽器っていう風に言われてるんですよ。なんだけど、人間の声っていうのは歌だと息のを吐いた分だけ声が出て、吐き切ったら吸わなきゃいけない、ブレスしなきゃいけないけど、バイオリンっていうのは弓があるから、弓の技術が巧みな人はダウンで行ったりアップで行く時に弓の返しの音っていうのを入れないで返すことができると、息継ぎのない歌ができるわけですよ。っていう意味で、ある意味変幻自在、可能性は無限みたいな感じかなと思います。何歳からバイオリンやられてたんですか？5歳なんですけど、5歳は我々からすると遅いんですよ。へー、遅みたいな感じで言われると思うんですけど、3歳からもともと私はバレエが大好きで、バレリーナに本気でなりたくって、でバレエ行ってたんですけど、いかんせんちょっと3歳にして前屈ができない体の硬さがあってあと親譲りの外反母趾っていうのがあって、トーシューズ履けなかったってことがあったのと、リズムに体を合わせて振り付けで動かすっていうのと、それをすぐに覚えるって能力はすごく高かったらしくって、得意で、でまあ好きでね、ずっと鏡の前で踊ってた子だったんだけど、だから本当はそっちを続けたかったんですけど、4歳からピアノを友達と一緒に習ってみたんだけど、大っ嫌いになって、なんでか知らないけどすぐやめて、それで5歳でバイオリンに出会ったんだけれど、まあ、3、4、5とそういう感じでいろいろ手をつけて、でバイオリンが結局やりたい曲がいっぱい出てきたっていうのと、それを自分でこうこなして努力して結果を出すまでいけたっていうのもあって、その多分最後バレエとバイオリンどっち取るかっていう選択肢になった時にバイオリンにするって私が言ったらしいんですよ。覚えてないんですよ全く。でもだから時々今はなんかバイオリンをずっとね、当たり前のようにやっている自分がいるけれど、バレエの世界をちょっと覗くと、あれ私なんでやめたんだっけなとかって思うこともあるんですけど、でも自分が言ったらしいんで、それで納得してます。ずっともうバイオリン嫌いになることなくずっとお好きですか？そんなわけないです。そうなんですね。何遍嫌いになったか分かんないぐらいですけどねでも純粋に好きなだけでいられるってなかなか難しいんじゃないかな。私以外のバイオリニストも、それこそピアニストだってそうだと思うけれど、自分のまあ体の一部みたいなものになっていくわけですから、5歳から始めて8歳から
ブロン先生っていう私の恩師にずっとついて修行を10年以上やってたんですけど、そういうのをしてるとやっぱり朝から晩まで弾いてるわけですよね、そういう時って。だから自分の人生の時間を何に使うかっていうの、結構みんな学校行ったり友達と遊んだり人付き合いしたりとか、どっか遊びに行ったり買い物行ったりとかっていうことをする時間を全部バイオリンに当てるっていうのを何十年もやってると、そこに対する感情っていうのはあんまりこう新鮮なものではもちろんなくなってくる時期もありますし、でも周りの友達と遊んでるのを見ていいなとか、私がそのみんなとこう同じような学生生活を送りたかったなって思ったことは一度もないんですよ。ってことは不思議と一度もないんだけれど、ただやってるうちにこうバイオリンだけの世界に入っていきすぎると、行き過ぎるというか、それは必要なことなんですけど、視野がね狭くなる時があって、例えば自分が理想の音楽を 100% 出せない自分を肯定できなくなっていっちゃったりとか、そうすると自分の価値をそこだけにしか見出せないような考え方になっちゃったりとかってこともあるわけなんだけれど、でもそれはねある意味必然的なものでもあって、やっぱり二と思うのは一と思えずじゃないけど、何かを自分がさらけ出して捧げていかなきゃいけない人生だと思ってますけど、でもそれはその先に自分が目指す喜びっていうのがあって、例えば私で言ったら演奏会が毎回とてもその意味のあるものになることだったり、いい演奏っていうのは技術が良かったですねとかミスしなかったですねとか、そういう演奏じゃなくて、聴いてる人が例えば極端な話、わこの演奏最低だなって思うとか、この人大っ嫌いっていう感情を持つとか、逆に好きになる、その音楽を好きになったり、その音楽を弾いた人に対して好感を持つとか、何かを感じる、何か心とか感情がどっちの方面でもいいから、マイナスでもプラスでもどっかしら動くっていう音楽ができたら、芸術ができたら、それっていいんだと思うんですね。で逆に何も響かなかったけど隣の人が拍手をしたからするっていうような演奏だったって言われることが一番の屈辱、侮辱なんですよね。だからそういう人をの心とか感情とか気持ちをどこかに一緒に連れて行きながら人とやり取りができるっていう時間を持ってるためには、自分も楽しんで演奏しなきゃいけないんだけれど、そういう演奏をする人間なんですよね。する役割が音楽家の役割で演奏家の使命だと思うんですけど、だからそれをやってることの喜びと、それが達成できた時の喜びと、またさらに新しいものを生み出していこうっていう喜びに向かって目指し続けていくっていうことが喜びだと思ってるから、そのそこに至るまでに、例えば一般的に言えば犠牲にしてきたものという言い方ができるかもしれないことも別にマイナスだとは思ってないみたいな、そういう世界だから、すごく偏っているかもしれないけど面白い世界ですよねと思います。モネさんにとって理想のバイオリニスト像ってどんなものなんですか？どんなバイオリニストになりたいかみたいなことだと、5歳で始めて8歳からそのブロン先生の元でもうずっと回遊魚みたいに転々としてヨーロッパ、本当に朝から晩までレッスン漬けで、もう課題が与えられて譜読みしまくって弾きまくって、先生が言われたロジックとかいろんな吸収しなきゃいけないこと、応用が効く教えなんですけど、それを叩き込んで3回言われてできないと地団駄踏まれるっていう、地団駄踏んで怒鳴るっていう罰が待ってるから怖いから頑張るんですよ。でもいい演奏ができた時にはブノン先生もこのようなものとは思えないぐらい喜んでくださるんですけど、そういう音楽人間だから、バイオリンが服着てるみたいな先生なんだけど、そういう生活をしてる中で一番先生にずっと言われ続けてきたことがあって、自分が有名になりたいからバイオリンを頑張るっていうのじゃないっていうこと、何をするにしても。で例えばこれはこの音楽の世界だと顕著なのかもしれないけれど、やっぱりその曲を書いた人がいて、何百年か前の作品が残ってるんだけど、その時のその人の感情とか取り囲んでた背景とか、いろんなものが詰まった、人間が書いた一つの手紙みたいなもんなんですけど、だからその時代のものを今やるわけだから、それは決してその古いものの受け売りではないはずなんだけれど、やっぱりその時に当時生きてた人間の意図を汲み取って死んだ人と会話をしながらやってるようなところがあるんですよね。それをする時に私が思うのは、自意識があるとできないこと、それって私の演奏ではないんですよね、究極的に言うと。もちろんそれを弾く人が私だったりヒラリンハンだったりムターだったりパールマンだったりすること、いろんな人がいらっしゃるけれども、その人たちも自分の手を通して
その時の心象風景を音にするっていう作業をするっていうことが割とシンプルなこととしてあって、うん、それがとても一番大事なことで、その曲に対して真っ白な状態で身を投げ打った結果、人によって違う演奏だねっていう風に捉えられるんだけれど、それをいたちごっこって思うかもしれないんだけど全然違うんですよね。その最初に私の演奏はこうなんですって言って出すか、そうじゃなく曲に対してただただ入り込んで真摯に向き合ってた結果の個性という風に人から言われるものっていうのは全然自分が意図してないことだったりもするし、副産物なんですよある意味。だから戻るとバイオリニストとしてどうなることが理想かっていうのは、その意識を自分は持ち続けたいとしか思ってなくて、バイオリニストとしてどうなって、あそこで成功してこのホールで弾いて誰々と共演をしたくて CD も何枚出したくてお金持ちになってこんな生活がしたいわみたいなのはないんですよ。ないの、一度も考えたことないかな。ただ誰と共演したいとか、もちろんホールも素晴らしいホールは世界中にとってもありますから、やれたらいいなはもちろんありますけど、あと例えば好きな曲があって、この曲絶対この人とできたら最高のものになるよねっていう音楽のことを考えた時に、自分の憧れる世界っていうのを作ろうと想像する時にはそういうのはいっぱい膨らんでくるんですけど、こういう話するとね、人にもうちょっとそういうことを考えた方がいいって言われるんですよ。言われることもあるの。自分がどうなりたいかは考えないのって言われることあるんですけど、そっかと思ったのが去年だから、まだ考えてないですね。先ほどバイオリンは変幻自在な楽器っていうふうにおっしゃいましたけれども、それを支えるというか彩るいろんなバイオリンの奏法ってあると思うんですね。それによって音色もいろいろ違うなと思うんですけれども、いくつか紹介していただけますか。はい、そう、自信ないな、どうかな。自信ないまずこれがバイオリンです。これが弓です。それで一番低い音が D 線、 D 線、 A 線、E 線ってあって、これはもうこれ以上下が出ないから、出そうとさせる現代音楽なんかは調弦を もっと下げちゃうとかってことをします。だけどそれもまあ限界あるけどね。で、まあ、でも一般的にはこっから下がることはなくて、上はもう上限があんまり ないですね。この辺まで出るから、いろんな奏法が本当にあるんですけど、一般的にクラシック音楽で弾くロマン派とか、まあそういったドラマチックロマンチックな音楽っていうのは、レガートとかっていう奏法があって、レガートっていうのはまあ本当に人が歌って、こう凹凸のないようにというか、デコボコしないような弾き方、例えば、これ今チャイコなんですけど、これはレガート、レガティシモみたいないうような弾き方の奏法としてはそうなる気がする。これはだいたい歌を表現するときにはだいたいレガートで、あと軽い表現とかいかつい表現っていうのも全然できちゃう。例えばそうだな、これは違うのの頭なんですけど、おじさんの腹声みたいでしょ。そういうような、おじさんの腹声みたいに弾いてとは書いてないんですよ、譜面に。ジプシーのこう不思議だらな即興演奏みたいな感じの世界観だけれど、だからドスの効いた毒素のある音っていうのは結構まあゲーセンとかで表現されたりすることもあるんだけど、これは奏法っていうよりはまあ弾き方によってはレガートであったとしたって、さっきのチャイコのフレーズをか細く弾くこともできれば、ごっつく弾くこともできるわけ。それは人の演奏したいっていうそのアイディアの問題だったりするんですけどね。とあと、スタッカートっていうのがあって、スタッカートはこういう鋭く切っていくやつなんですけど、スピッカートとかいうのもあって、こういうのはそれこそバルトークとか、まあ、ロシア音楽に多いかな、結構銃撃音っていうか射撃音みたいなものがスケルツォとかっていう名前の曲とかだと出てきたりするんですけど、これもショスタコの一部だけど、そういう風にカラシニコフのように打つような音っていうのはスピッカートとかスタッカートにこうくさびがついてる表記なんだけど、そういう多奏法でできたりする。あとは音の変化って意味ではハーモニクスっていうのがあって、ハーモニクスっていうのは例えばね、これソの音で、これの2オクターブ上
1オクターブっていうのはこのソの音がこの高さに行くことね。でこれよりもう一個上っていうのはこの音が出るんですけど、これをっていう風に裏声みたいな感じで出す奏法っていうのがあって、それがハーモニクスって言って、なんかそういうお化けみたいなね、ちょっと抽象的な幻想的な音を出す時によく使ったりとか、あと現代曲でも得体の知れないお化け的なそういうイメージの時に使ったりすることもあるのが、まあ、ハーモニクスねっていうやつで、あともう一個は基本的なやつはピッチカートっていうのがあって、ピッチカートは弓での毛で弾かなくて、指で弾くやつです。これはジャズとかのベースとかね、コントラバスがやってるようなやつと同じなんですが、全く実はピッチカートも2種類ぐらいあって、普通のっていうピッチカートとバルトークピッチカートっていうのがあって、バルトークっていうのはねっていうやつ、これはやり方間違えると弦切れちゃうんだけど、このバチンっていう音をあえて入れないといけないっていうやつなんですね。でこれは大体ロシアもの以降がとても多くて、私は割とこの音質はとても好きで、ソナタなんかに出てくる時はね、リズム隊の役割になれる、旋律楽器なんだけど打楽器の役割ができるんですね、これとかピッチカートとか、あとスピッカート、さっき言ったみたいな奏法はそういう意味で、無限っていうのは旋律として歌う役割と縦の役割、横と縦と両方できるって、縦っていうのはそのリズムやったりとか、リズムを刻み叩きみたいな、音楽って横の旋律と縦のリズムがないと成立しないけど、バイオリンだけでもできることはいろいろあるっちゃありますね。あと高いところまで先音が出たって言うけど、鳥の声とかもできるんですよ。例えばとかっていうのが、でこういうのは実は入ってるコンチェルトとかあって、6月に今度大阪でやるファジルサイのコンチェルトなんかは、最後は私は鳥なんですよ。鳥の音ずっとやっててアドリブでね、だから上の方でずっとさえずってとかってやってながらとかっていうのをやって、なんか本当に鳥のそのついばむ音とか自然の音っていうのをやるってやってやるだけの1分間とかなんですよ。で面白くて、そういうのやりながらオーケストラがこう雄大なこうアマゾンの自然みたいのを表現するようなメロディーがあったりするんですけど、だからね無限なんですよ本当に。面白いでしょ。で、あと携帯のクラクションの音とか、例えばだけどできるかな、例えばクラッシュのことない、なんかそういう、なんかそういう、なんですね。そうだ、電子音もできなくないですね、きっとね。面白いとか、あとなんかこう弓で押さえつけるとか叩きつけるような音もありますよね。はい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 、それは例えばピッチカートを左手で弾きながらっていうのがあって、ピッチカートさっきほら右手で弾くって言ったんですけど、例えばあまりにも速いピッチカートの音型なんかは、とかっていうのは全部ほらってなっちゃうから、それを空いた指でっていう風に左手で弦を弾いていかなきゃ間に合わないって曲があって、これパガニーニとかに多いんですけど、とかっていうのは小指の前っていうのは弾く指がないから、指5本4本しか使えないから、その音だけピッチカートに似せた感じで鋭く弓で叩く必要があるってだけなんだけど、それでやると全部ピッチカートやってみたでしょ、みたいな感じでやるっていうのがね、まあ、よくあります。よくあるパガニーニが多いかな、やっぱ基本的には。あとまあレガートしながらピッチカートなんか左手でやんなきゃいけないとかいう、本当に鬼みたいなテクニックもいっぱいあるんだけど、エルンストとか、それはバイオリニスト泣かせな技術が結構ありますね。バイオリニスト泣かせの曲と言われると、泣かせね、泣かせは、泣かせはパガニーニとかね、エルンストとか、あとまあコンチェルトで言うとやっぱりその左手とか右手の技術がただ弾くだけでも大変な曲って山ほどあって、左手においてはツイスターゲームみたいなことをし続けなきゃいけなかったりとか、右手だとずっと痙攣させ続けなきゃいかなかったりとか、なんだっけほらパンクイ競争みたいなやつ、ほら、はい、障害物競争、障害物競争そうを乗り越えて完走しましょうみたいな、ああいうことが楽譜に書いてある曲っていうのは結構ソリストとしてやってる時には音楽に集中する以前の問題になることが多いんですね。でそれは
それ本番でやっちゃ絶対ダメなんですけど、練習の段階では本当にね笑っちゃってるんですよ。もうないし笑っちゃって、何これこれ弾けないでしょとかって思ってやってるんだけど、それをなんとか弾けて、弾けるのは当たり前で、そっから先にその曲が伝えたいメロディーが持ってる熱量とかメッセージを伝えなきゃいけない、そこまでいかなきゃいけないから、とっても大変な曲山ほどあって、パガニーニ・エルンストもそうだけど、コンチェルトで言うと意外とブラームスなんかもそうかなと思います、うん、あれは名曲です。本当にいい曲なんだけど、壮大で男性的で本当に人の心を打つ名曲なんですけど、いかんせん相当難しいです、左手が。だから元気な体じゃないとなかなか弾けないかなということと、あとバルトークの2番も相当難しいですね、今やってるんですけど、実は冬読みを、あれめちゃめちゃ本当アンプが大変、まず。あ、そうですか。まず臨時記号が多すぎちゃって、その調整がある曲のは、まあ、ない曲でもある程度はその予測がつく音ってあるんですね。で、例えばショスタコなんかだと、この音階来たらこれ来るよね次っていうのが分かるんですよ、なんとなく。で、あ、これね、このレミドジ音階ね、これ何回かやってった後のこのフレーズでこうなってこうなって、なんかそのねパズルがハマってくるんだけど、バルトークに関しては予測不能な音が上にも下にもあって、もう覚えるのが本当に大変で、日本語の文章だとほら台本でもセリフとか覚えるときに、例えば13でこのセリフは何をざっくり言いたいセリフかっていうのを多分覚えるじゃないですか、うん、それで多分日本語だから絶対覚えられるんだけど、学んだことがない、文法を知らない、例えばロシア語の演技でなんか台本を読まされてるような感覚が最初はある感じだったりとか、まあ、でもその取り組み方って本当に1週間ぐらい単位ぐらいずつこう読み進めていくとガラッと変わるんで、見える景色がね一気に指が覚えちゃったりってことがあるんですけど、うん、まあそんなのとか。でもコンチェルトのそういう難しさっていうのは、それ乗り越えるとものすごいものを生み出すんですけど、意外とピースのヴィルティオーゾとかの方がロー多くしてエキス少なしかもしれない気がしますね。やっぱそのヴィルティオーゾっていうのはね、変な話、いかにテクニックをできるか自慢じゃないけど、そういう意図で書かれてる曲も多いし、その花を添えるって意味で、だからそれはそれなんですけど、コンチェルトっていうのはやっぱりオーケストラとの一人一人のセクションの楽器と指揮者の人とで、こう本当にみんなで一つのものを山頂を目指して作っていくような、いわばシンフォニー的なコンチェルトもいっぱいあるので、そういう意味で、だからソロ対オケっていう風に全然思ってなくて、一人なんか ソロという楽器の枠で加わってるようなイメージなのね。だからみんなで作ってる感じがあるから、逆にそれができないと本当つまんないコンチェルトになっちゃう気がするんですけど、そういう意味でコンチェルトはね、どんな難しくっても超楽しいんですよ、うん、へー。今オーケストラとソロって話ありましたけれども、はい、バイオリンはどちらでもある楽器ですけど、オーケストラで演奏するときとソリストが演奏するバイオリンと違いってありますか？全然違うと思いますね。それは一言で言うと恐怖が違う、恐怖の度合いかなと思うんですけど、自分の場合はそうなんですが、音楽をやるってことは一緒ですね。で、例えば私がオケ中に入ってもちろん弾いたこともありますけど、その時っていうのは集団の中の一コマで、人間のほら細胞があって体が できてるけど、細胞の一つみたいな、1ブロック分やりますみたいな感じで、みんなこう役割分担してて、でその本当にみんなのこう連携作業っていうか、それの中の一つとしてやっていて、でそのオーケストラを全てこう音を引き出したりとか、大まかな方向性を決めるっていうのが指揮者なんですよね。でマエストロがそれをやってて、その意図をオーケストラ多分全体できっと汲み取って、大きなものを一つ動かしてるんだけれど、自分個人としてはその中の一つっていう、なんともなんか不思議な感覚になった感覚は自分はあったんですけど、オケで弾いた時。でもそれは音は出してるけれども、聞こえてるのほらみんなの音として聞こえてるじゃないですか。だからある意味そのすごく大きな枠で見なくちゃいけないのがオーケストラの中にいる時で、でソロで弾いてる時は変な話、ランウェイを裸で歩かされるような感覚だから、ローションが引いてあるランウェイに裸で20センチのピンヒールを履いて転んじゃいけませんみたいな、そんな恐怖があるんですよいろんな恐怖がありますね本当に、うん、綱渡りなんですよ毎回。でそれはね、練習が足りてようが足りてまいがあんま変わらなくて、ただ上がるっていう緊張とは違うんですよ。上がるっていうのは練習を本当に全くしてない状態でステージに行っちゃった時に頭が真っ白になるっていう現象なので、本当にパニックになっちゃうっていうか、頭が真っ白になって全部アンプ忘れちゃうとか、
指がなんかわけわかんなくなって今どこ弾いてるかわかんなくなったとか、そういう緊張の仕方なんだけど、練習普通にしてる分には問題なく、でその上で最初から最後までやること決まってるじゃないですか、譜面があるから。ジャズみたいに全部即興ってね、インプロビゼーションできる人本当羨ましいと思うんですけど、決められたことを、しかも聴衆はの8割はきっともう最初から最後までどんな演奏かっての大体こうね、青写真がもうできてる状態で、みんな耳が肥えてる方ばっかりだからいらっしゃる中で、自分はもちろん音楽をやるってことは大前提なんだけれど、プラスのプレッシャーは非常にありますよね。何をどうしてもきっと何か言われるだろうし、思われる分にいいんだけど、やっぱりなかなかここ囲まれた中で私は私っていう風に割り切ってしらーっと帰ってくっていう精神状態ではないから、絶対一人だけこう炙り出される感じっていう恐怖はソロ特有かもしれないですけど、でもそれはね、コンチェルトの時も曲によるけど、そのオケと本当にセッション的な要素がいっぱいあったり、マエストロともそういうことができたりする時はそういう意味での孤独感っていうのはほとんどないんですよ。ほとんどないけど、毎回それができるわけではないし、人が全然違えばね、体質とか気質があって、オーケストラによっても気質もあるし、指揮者の人もいろんな人がいますから、だからそういう意味である意味チーム戦じゃなくて個人戦になる時もあるわけですよ。その時の恐怖っていうのはあるけど、まあ、でもそればっかりやってると麻痺はしてくる。ちょっと曲の方の質問もいくつかさせてください。モネさんの定義する名曲って何ですか？名曲の定義はぶっちゃけ人によると思う、で、私がこれは本当にいいですよって言ったものがいやクソみたいじゃないっていう人もいるから、本当に人の価値観によってでしか定義できないけれど、だから私がここでこれがいいと思いますって言うと、みんなそうなんだと思ってそれがいいと思うとするでしょ、良くないと思ってもっていうのがあるから、言いにくいっちゃ言いにくいんですけど、私はが好きっていうか、自分の今まで生きてきた道のりの中で、心をとっても救われた音楽をやっぱり好きになってるんですね。で、その意味で私はロシア音楽に非常に恩恵を受けてて、精神的な意味でいろんな大変なことがあったんですけど、その孤独感とか一人の時の恐怖みたいなところをとてもこう肯定できて、自分の悩みを肯定できて、同じ悩みを持っている人がいたんだ作曲家でみたいな、そういうところに共感を持ってちゃったのがショスタコービッチだったっていうのが大きいんだけれども、もちろんだから彼の音楽は好きですが、変な話、何が名曲かっていうのってね、どの時代のどんななんか名もなき作曲家のダサくってみんなに言われたことのある作品だったとして、演奏がめちゃめちゃいいと名曲になるんですよ、その曲が。だから同じ、じゃあブラームスでもいい、チャイコでもいいけど、曲を聴いてこれはあんまいい曲じゃないよねっていう風に、その曲をのイメージでね思ってる人は、多分最後に聴いた演奏がとても良くなかったなと思うんですよ。で、全然知名のない曲だけど、あの曲いい曲だったねって、結構名曲じゃんって思っている人はとても最後に聴いた演奏が良かったんだと思う。で、本当にそれだけの差っていうようなところがぶっちゃけあります。だから初演の演奏がだいたい不評だと、その曲ってダサくってレッテルを押されて演奏されなくなっちゃうのは演奏が悪いからだったりするんですよね。だから演奏による、とっても結論までの道のりが長くて申し訳ないですけど、演奏によりよるんです。いい演奏って本当に人の感情を動かすから、何らかの形で名曲になり得ます、多分どんな曲でも。曲単体で名曲かどうかっていうよりは演奏とセットなんですね。そう本当そうです。だからこそ演奏家は責任重大だっていうのはそれがあって、私がうまく見られたいとかっていうことじゃないとこで、その曲の歴史的価値を左右してしまうかもしれないっていう、その自分の10分間の演奏で、30分とかの演奏で、それが一番大きなところ、すごいっていう意味で、さっきほらバイオリニストとしてどうなりたいかってところに戻ると、その曲をが今までどんなに良いと言われたものでも悪いと言われたものでも、どんな曲であってもその人が聴いて名曲だなっていう風に思ってもらえる演奏ができる演奏家ですよね。それは目指すべきっていうか、とても難しいことだと思うけれども、目指せるのか分かんないけど、でも憧れであると思います。モン
当に若いうちと言っていいのか幼いうちと言った方がいいのかもわからないですけれども、海外でずっと研鑽を積まれてきたモネさんにお伺いしたいんですけど、日本ではバイオリンの名曲っていうと、うんうん、チャイコフスキーのコンチェルトとか、うんうん、メンデルスゾーンのコンチェルトみたいなところを言われたり、あとはタイスの瞑想曲とか、そういうようなものは結構求められることも多いと思うんですけれども、海外ではどうなんでしょう、どういう曲がよく演奏されますか？意外とね、私が思うに海外だとね定番でなくて、ニューイヤーでウィンナーワルツ踊るぐらい決まってることとしては、あれが日本におけるチャイコぐらいの馴染み方とか、まあ、大工とかね。だけどシンフォニーだとね、どうだろう、少し結構あったりするのかな。でも器楽で言うと、もちろんチャイコメンコンが全然弾かれませんとかそういうことはないですけど、チャイコ結構多いけど、でも意外とバーンスタインのセレナーデとか、あとそれこそ記念イヤーだとシェーンベルク弾いたりとか、面白いことやろうよの意識が強いんですね、あっちの方が。だからその人気がある曲をルーティンで回そうっていう思考よりは、やったことない曲、新曲の発表とかでもそうだけど、いろんな未知の可能性にすごいワクワクして好奇心汚染でやる人たちが結構多かったりする気がします。モネさんがぜひこの曲、あまり有名じゃないけど聴いてほしいなと思われるバイオリンの曲があったら教えてほしいです。はい、私は割と日本の演奏会ではもう言わずと知れた名曲とか、もう本当に私なんかが弾かなくて もうみんな弾いてくれる、素晴らしい演奏がみんなやってくれる曲たちっていうのはあんまりやってなくて、埋もれてるバイオリンの名曲と思うのを結構リサイタルなんかだと7割そういうのを入れてたりするんですけど、だから私のリサイタル結構よく聞いてくださってる方々はそこでのスタンダードっていうのがあったりするんですけど、まあそれ一つ言うと、まあ、シマノスキーだったりする、シマノスキーのノクタントタランテラっていう曲だったり、それはまあ演奏会のピースなんでコンチェルトじゃないですけど、リサイタルだとね自分でいろいろプログラムとか考えられるのであれなんだけれど、コンチェルトは主催だったりオーケストラとかねといろんなことを相談して結局チャイコとかってことも多いからそれは全然あれなんだけれど、リサイタルだと、まあ、そうですね、シマノスキー入れたりもしてるし、あとストラヴィンスキーもよく弾いてますね最近、妖精の切片って曲もとっても綺麗なバレエの音楽なんだけれど、これが、まあ、バレエがあんまり有名じゃないゆえに日本であんまり演奏されないっていう曲で、それがバイオリンとピアノバージョンになった曲なんだけれど、とっても美しいので、あとこれからやろうかなと思ってるのはバルトクのソナタもそうだけど、意外とほら作曲家の名前は知ってるけどどんなんだっけってなるじゃないですか、そういうやつ、ブロッホのソナタとかも意外といいんですよ、知らないでしょう、はい、逆に本当なんで昨今あんま演奏されないのかなっていうようなね曲が本当にいっぱいあるんだけど、あと聞きやすいところでいくと、プロコフィエフでもショスタコでもね、その中の有名なものはいっぱいありますよね、シンフォニーの5番とか、プロコだとソナタの1番とか2番とかは有名だと思うんだけど、ピースで意外とねシンゼレラの組曲とかね、ロミオとジュリエットの組曲とかね、いろんなのでバイオリンとピアノでできる曲がいっぱいあって、でそういうのは楽譜も出回ってなかったりするんですけど、意外と、まあ、本当探せもキリがない、いっぱいあるんですけど、そういうのはリサイタルに入れてくので、これから楽しみに待っててほしいです。ありがとうございます、はい、バイオリンの奥深さを感じるインタビューでしたが、いかがでしたか？服部モネさんのバイオリンを堪能したいという方に朗報です。まずは来月5月12日金曜日、13日土曜日に愛知県芸術劇場コンサートホールでバルトークのバイオリン協奏曲第2番を聴く機会があります。名古屋フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会で井上道義さんの指揮で演奏されます。その次の月6月には16日金曜日に大阪のザ・シンフォニーホールで原田圭太郎さんと関西フィルハーモニー管弦楽団とのコラボレーションがあります。ファジル祭のバイオリン協奏曲、ハーレムの千一夜です。どちらも日本ではなかなか聴けない曲を服部モネさんのスペシャルなバイオリンで聴ける貴重な機会になっています。詳細は概要欄にリンクを貼っておきましたので、ぜひ争奪戦になる前にチケットを手に入れてみてください。今日の動画お楽しみいただけたという方はぜひグッドボタンで教えてください。コメントもお待ちしています。厳選クラシックチャンネルではクラシックをもっと身近にをモットーに、毎週金曜日の夜8時、クラシック音楽を楽しむ入り口になるような動画を配信しています。有名な作曲家の人生と代表作、クラシック音楽の歴史の流れ、オーケストラ楽団演奏家や有名曲の紹介などをしています。クラシックに興味がある、クラシックにもっと詳しくなりたいという方はぜひチャンネル登録をして一緒にクラシック音楽のある生活を楽しみましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。プラビー。